この2人は不二家のプロ菌アンバサダーなんです。これは僕らでも使う用途はかなりありそうですね。店長さんが実演してくれるということで、はい、ここがまあ日本の握り物、ペンチだったりニッパーとかそういう手工具ですね。ちょっとサクッと見ていきます。競馬があったり、スリーピークスがあったり、お、角田ですね。角田、富士屋、今日は富士屋アンバサダーの2人がちょうどおると。知ってました？この2人は富士屋のアンバサダー、黒金アンバサダーなんです。はい、富士屋さんから正式に。すごい。で、ウォーターポンププライヤーがあったり、あ、これビクターのあのめっちゃ磨いて綺麗なやつってやつだよね。そうですね、メッキしてあるやつです。メッキのちょっといいプラス、ビクタープラス。でこれが角田さんの飲食飛んでいけへんやつやね。あ、そうですね、キャッチニッパー。これしかも値段もリーズナブル、1300円。これええな。 IV とか切っても飛んでいかないんで。はいはいはい。ランケーブル切っても飛んでいかへんかったです。ほんなバン触るときとかもごちゃごちゃって散らかっていけへんからいいかもしれないですね、うん、でこの辺がストリッパー系ですね。ストリッパーと、あとそれはこれファストン端子の圧着ですよね。車系やね、うん、でなんか変な形やな、これテコペンとか。これね、ステップルの引き抜き、へえ、こんなんあるんやね。ラジペン、これ車やね。そうですね、車系の圧着。 KTC、 ふん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 。あ、 KTC のニッパーって見たことないな。まあ僕らそうですね、使ってる人いないですからね。でも黒赤で結構かっこいいですね、うん、黒赤好きな人多いからね。へえ、スナップリング、あ、これは車やね。はい、はあ、うん、あとこっち、あ、こっちも一緒、うん、こっちも日本系ですか。この 上は日本、上だけ。お、ほう、これエンジニアね。あ、なんか変な形ですね、これ。薄型のやつですね。持ちやすいんかな、うん、こんなんがあったり、トップさんのモンキー。あ、これ、僕、一回案件でやりましたわ。あ、ウィーハー。アイアンと一緒にやったやつや。やりましたね。絶縁ドライバーやったかな。ウィーハー。ね。人気なみたいですね、海外でね、うん。これはロッキングプライヤーの？そうです。はい。ロッキングプライヤーなんですけど、いろんな種類があって、はい、例えば内側とかはよく溶接とかで使ったりするクランク型のでロックになってるんですけど、広い幅いけるとですね。そうです、はい、これは僕らでも使う用途はかなりありそうですね。これが面白いのが、普通ロッキングってここにネジついてるんですよ、はい、あ、ここね。あ、そうですよね、勝手にロックされるんですよ。あれね、結構ストレスですもんね、はい、合わせていかないダメなんか、はい、結構シビアですもんね。なんか簡単に見れたりしますか？あ、できますよ。そしたら先ほどね、これ面白いなと思ったものを店長さんが実演してくれるということで、はい、これ名前みたいなのは、はい、これはね、ハンソンというメーカーのオートマチック C クランプって言います。 C の形だからですね。そうですね、はい、はい、これすごいのが、まあ、普通こういうロッキングプライヤーってここにボルトついてて、はいはいはい、ここの調整でこの幅を決めたりすると思うんですけれども、はい、これはここ全くついてないで、何がすごいかというと、どんな厚みでももうオートマチックにロックしてくれます。はあ、はあ、はあ、はい、で例えばこの厚み、はい、このままロック、おこれロックできるんですね。ほうほうほう。でこのままこういう薄いやつ、薄いのも、このままロック、はい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 、ロックされてます。はい、でまあ、あとは例えば何かと何かをくっつけて溶接するとかっていう時もこんな感じでやってもらって、このまんま、お、これでロックできます。すごい、はい、僕ロッキングプライヤーが結構好きなんですけど、あ、はい、一回掴んで、はい、あ、ちょっと弱かったら一回外してまたこうネジ回してっていうのがちょっとストレスであったんですよ、はいはいはい、でこれすごいんですけど、その強度は、あ、はい、実はねここにビスがついてまして、はい、これで強弱を決められます。今こうすると結構硬くなってるんで、はいはい、グッとやらないとロックできないですけど、これをまあ緩めてもらうと簡単にロックできるっていう、なんかね、ここでその強弱が決められます。はい、まあ、鉄とかだったらね強くてもいいけど、うん、プラスチックとかちょっと繊細なものは、そうですね、はい、割れやすいものは弱めるとか、はいはいはい、そういう使い方ができます。ありがとうございます。はい、これは、あ、そうか、値段はサイズによって違うんですね。そうですね、はい、はい、今見せてもらったのが一部なんですよね。
あの形がねいっぱいあるんですよ。今のは C 型、このめちゃくちゃでかいやつとかちっちゃめのやつとか、あれこういう特殊な縦型のやつもあるんで、あ、ほんでこれが僕らが定番のロッキングプライヤーなんですけど、これもオートってことですね。そうです。なので僕らだったらあの画台とか仮に止めるとき、僕の動画でもそれ便利やんってやってたんですけど、これはオートなんでさらに便利だと思います。これはぜひ試してください。値段もまあ大きさによるんですけど4000円、5000円、6000円とか、まあ、様々です。次がこちら、色がいろいろあって見た目も迫力があるドライバーコーナー、僕ら電気屋もよく使うコーナーですね。こちらなんですけど、先ほどのネプロスがあったり、まあ、ベッセル、KTC、ウェラ、あ、これ前やってた、あ、これもウェラですか。そうです。いい派じゃない。スイスツールス、これもあの先ほどの車のやつと同様にいろんなメーカーがあるんで、一気に、見比べたり触って自分の好みのメーカーをこうやって探し出せるということで。店長、これね、今電気屋の職人でもこれを僕らあのサックっていう腰回りに刺してる人が多いんですよ。はい、これは人気、なぜ人気なのか。はい、まああのベラ、まあいろいろこうベラ、はい、ベラが正解ですね。ベラじゃないんですね。まあドイツ読みでベラですね。ベラ、はい、はい、ドイツのメーカーなんですけど、まあグリップ見てもらうといろんなカラーがあって、ほうほうほう、はい、これまあただ単に色違いってわけではなくて、ね、このグリップでこの先端のはい、機能が変わってきます、はあはあ、とかあとはまあ全体の機能もそうなんですけど、はい、まあ、変わってくるんですね。緑はこう見てもらうと分かるんですけど、ギザギザになってる、はい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 、ギザギザになってるんですよね、はい、これはこうレーザーでこういう加工をしてるんですけど、はい、こうネジに食いつきやすい形状をしてるんです、はい、つまりもうネジに対してしっかりフィットしてくれるんでネジが伸びにくい、これがまあうちの中では一番売れてるタイプですね。レーザーチップドライバーって言うんですけど、はい、これが一番売れてます。だから本当に精度が非常に高い、世界ナンバーワンと言われるくらい精度が高いですね。電気屋が差してる緑やね、みんな大体。そうです ね、力入れたりとか、 あと物によってその微妙にネジの食いつき違うじゃないですか、うんうんうん、やっぱ舐めさしたくないから、あ、一番要プラスマイナス使うから、そっち選ぶんちゃいますかね、うん、みんな結構考えて買ってるんですね。そういう海外のドライバーってここモンキーとかかける、ああよくご存知、そうです、ボルスターって言ったりするんですけど、はい、ここは六角になってて、ここにあのレンチを引っ掛けてより強く回せるように、それも人気の、そうですね、一つのポイントですね、はい、であと青は、青は、はい、はい、これは先端にあの細かいダイヤモンドの粒子を、お、はい、加工してつけてるんですけど、流行りのダイヤモンドビットみたいな、そうです、はい、だからこれもまあ食いつきやすいようにそういう加工をしてます。ベラでもありますもんね、ダイヤモンド、あ、そうです ね、あのビットでは、はい、ビットにもそういうビットは出てますね。あ、これか、そうです、まあ、これと似たような先端になってる、はい、というイメージでいいんですかね、はい、ただこっちは出てないんですよ、レーザーチップのビットって実は出てなくて、これ理由があってどうしてもこうレーザーでこういう加工してるんで、はい、少しやっぱり強度的には落ちちゃうらしいですね、はあはあはあ、だビットってやっぱりあの電動のドライバーとかで回したりするんで、そういう時にこう強度が落ちちゃうんで、こっちがあえて出してないみたいです。ベッセルの舐めないビットって、あ、そうか、あれもビットやからか、ドライバーではないってことですね、多分。ベッセルのビット、どういうビットかな、舐めないビットでこのギザギザのが確か、あー、多分そういう理由だと思います。でも手動はこのベラしかないかもしれない、ね、そうですね、はい、あとこのオレンジは貫通ドライバーです。叩ける、はい、ここがザワネになってて軸が全部ここまで来てる感じで叩いて使える、はい、で白はこれはステンレスのドライバーです。だから錆に強い、はい、で先端はこういう、まあ、レーザーチップの加工になってます。あ、さっきの緑と一緒ですか。あ、そうです、緑よりいい、はい、まあ、あの錆に強いっていうものですね。けどここは回せない。そうです、これはね丸軸、あ、これはねまた、あ、また別なんですね、これも今もう出てない。あ、はい、はい、赤は絶縁。そうです、赤は絶縁。ほうほう。で最近出てきたのがこれですね。もうこれは本当電光ドライバーの形状してるんですけど、丸型、丸型だるま型ですね、はい、そうですね、はい、で形状って日本独特らしいですね。あ、おっしゃる通り、そうなんです、はい、これはあの日本限定販売らしいです。はあはあ、はい、
ね、この辺も出てきて海外の人ってね、うん、あの僕らこういうドライバーってこういう持ち方できるじゃないですか、はいはいはい、海外の人ってこの持ち方できないらしいんです。手がでかいからこういう持ち方の文化らしいんです。はあ、これ一説によると日本は箸の文化なんでこういう縦つかみに対応できるみたいです。まあ、欧米の方たちっていうのは箸使わないんで、はい、まあ、ナイフとかフォークですね、はははこういう持ち方になっちゃうみたいです。だからこういうタイプが好まれるということですね、はい、と、まあ、グリップも形状も結構特徴的で、これはこう粘土とか柔らかいものを握った時にできる形になっているらしくて、はい、自然とこう握りやすい形になっているみたいです、はい、ありがとうございます。手動ドライバーがたくさん置いてるコーナーでした。じゃあ、 あの今日はこのテープを使ってどれくらい粘着力が高いのかっていうのをちょっと、のお1回はだいたいいったかな。こういうランタンコーナーとか、これはファクトリーギアさんのブランド、あ、今店長が着てるこの工具好き、実は2人もファクトリーギアマニアやから着てるんです。これディーンさんの手袋も売ってます。僕さっき買いました。とりあえず面白くしたいです。電気屋を